けだよね。周り見てもらったら分かるようにさ、まあ配信の時さ、こういう風にいろんな椅子に僕は座ってたわけ。今まで遊んでるよん、いろんな椅子に座ってたわけだよね。で今日はそのお気に入りの椅子のそっくり、触り心地もそっくりなお人形作ってたね。座り心地をチェックしようちゅうわけだよ。小さいかな、僕。違う、お前の座り心地教えるよ。あ、そうだそうだ。誰の座り心地が一番いいか。うんとね、コーネの膝はね、膝はデビちゃんの小さいお尻がフィットするんよ、ちゃんと。わかる？本当だ。でしょ？フィットする。そう、でもトイレと同じ感じよ。いや、もうなんかね、僕トイレはね、したことないのにずっと垂れっ垂れ話なんだけど、うん、これが人間はトイレを愛す安心感か。そういうこと。あー、じゃあいいね、ふわふわだしよ、お前ふわふわでしょ。うん、この服の触り心地がいいね、しよん。そう、カシミヤだからね。え、これカシミヤなの？そうだよ。お前、いい服着てるな。カシミヤにいい服着てるの？めっちゃ高い、めっちゃ高いからね。いい服着てんな、お前。いや、でも確かにそう言われてみると、お前の座り心地いいな。なんか前にさ、一緒にゲームした時に座ったじゃん。うん、座ったね。そう、だからそれの座り心地を思い出して、お前は結構お気に入りの椅子なんだよね。やった、1番？いや、それはだってお前トップバッター。1番？いや、1番？いや、あのさ、1番っていうのは今お前しかいないから、確かに1番だよ、今お前しかいないからね。やったー、ありがとう、デビちゃん。でもそれ、かりそめだからね。かりそめ？うん、かりそめ、意味わかる？かりそめね。うん、ほんとにわかってるか？え、で、1番、吉島1番ってことでしょ、1番。今のところ1番って、これからどんどん変わっていくの。だって、これから5人の椅子があるんだよ、僕には。あ、そうかそうか。ふん、わかった、じゃあ待ってるね。まあ、もしかしたらお前になるかもしれない。ねえ、今度遊ぼうよ。いや、遊ぶ遊ぶ、いつ、明日？明後日？明日は忙しいんだよ。また今度遊んでやってもいいよ、今から。遊ぼう。うん、遊んでやってもいいけど。僕は遊んでやるんだよ。いや、ね、遊んでやってもいいけど。僕は遊んでやるんだよ。お前、そうなったら、この椅子ぐちゃぐちゃにするからね。僕の思い出になるんだから、この椅子。待って。ダメ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 。なんでダメだよ。今度遊ぼうね。遊ぼうよ。よいしょ。確かに、椅子はよくこっちだ。はぁ、ではない、ぬっころ。じゃあね。バイバイ。ごくよ。お前の座り心地教えろ。お前の椅子、いや、もう私の座り心地って、お前何年座ってんの、私の上に。まだ2年ぐらいだろうよ、フルでもよ。やっぱ実家のような座り心地あるでしょ、デビリオン。確かに、でも座り心地で言うと、確かに座り心地っていうか、座ってきた数で言うとお前が一番多いかもしんない。でしょ。やっぱだし、私も本当にやっぱお金かかってますからね、このお金持ちですから、私。お前を育てるのに金がかかってるってことね。そういうことよ。お前の、だからもう高級品だよね、やっぱね。嗜好品。確かに、確かに。そう。あ、どうですか、私の膝は。まあ、なんかいい感じじゃない。お、いい感じですね。まあね、まあまあいい感じだよ。まあ、え、じゃ、お前のおすすめポイントはないの、お前の椅子としてのさ。椅子としてのおすすめ、それはもう魔界生まれで鍛え上げたこの足。え、これ、ね、鍛え上げられた足なの？鍛え上げられた足。鍛え上げられてるの？座り心地最高でしょ。まあ、悪かにいける。ちょ、強いってこと何？あの、丈夫ってこと？お前の足が。丈夫だし、何しても壊れないし、デビ様が乗っても何しても全然大丈夫ですよ。おじゃおじゃおじゃ。おじゃ、全然おじゃおじゃおじゃ。気持ちぐらい。あ、いい感じです、デビ様。ほんとだ。壊れない。安心でしょう。でも僕が作った人形だから、そりゃ壊れないんだよな。まあでも、そのね、本体の耐久度も真似されてるということで。確かに、ちょっとまた行ってみよう。うん、あー、これお前もさ、服がふわふわで気持ちいいね、服が。そうでしょう。ふわふわで、ふわふわなんですよ。生地がね、とっても寝やすくて、どうですか？確かに。ふわふわでしょう。冬に、冬の椅子にしよう。
こちらのお前のおすすめポイントは？やっぱり、うん、肌と肌が触れ合えるからっていうのあるし、ホラーもね、だいぶ鍛え上げられた筋肉じゃから、柔らかい、良質な足の筋肉をしておるからね、柔らかいじゃろ。確かに柔らかいかも。じゃろ、しかも温かさも伝わる。柔らか筋肉かも。確かに素足、素足でこんなふわふわなの、うん、確かにな。ふわふわ筋肉、おじゃ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 。あ、痛いか、痒いよ、痛いか、その強さ。痛いかって言ったの。まあお前ともね、いろいろしたいことあるから遊んじゃってるね、うんうん、3D でね。なんで？ 3D だって、いっぱい遊んじゃってもいいよって言ったのバカ。もう座ってやんないよ、そんなこと言うの。たくさん遊ぼうな。座ってほしい？うん。ではなおに、はい、耳かきしてあげるからね。うん。かわいい。ちょっとスタッフさん、すいません、首輪ないですかね。このまま連れて帰りたいんですけど。入ってる。どうしたの？変なの入ったぞ今。あ、よしよし。デビちゃん、いい子だかねにしようね。よしよし。かわいいね、よちよち。このままぐっすり寝てていいからね。うん、寝る。かわいい。いや、カゴ持ってくればよかった。持ち帰りた。どう？いいじゃん。なるほどね。じゃあ、お前のこの椅子は、お前をめでることもできる椅子ってこと？うん、そうだよ。なるほど。よちよちよち。どう？座り心地どう？座り心地は前で窓だけど、え？まだまだだけど、めでてやるからまあいい感じかも。すごい降りるのな。え？降りるのな。え？おいしょ、座っちゃおう。僕の好きにできんだよ今日。ピチピチの日だなんか、そんな壊れてんだよ。僕が作ったお人形なんだから、僕のやりたいことはできる。ほーれ、座っちゃおう。バカバカ、もういいよバカ、弱いバカ。え、うん、しない、うん、何番目いるわ。それは後でお伝えします。まあ、いろんなやつをね、座ってみたけど、どいつが一番かな。最強座り心地キング。スタッフ行くぞ。ジーン。いや、これはね、よかった。なんかさ、コロネはトイレだし、最低な表現しちゃったかも。ちょっと名前見なきゃ。この時はね、コロネはトイレ、ディオンは実家、ルルはしっかりしてたし、インドはなんかふわふわだった。で、パイトラは危ない。で、ロアは分かる。ロアはめでてた。まあ、かなりいい感じだったね。おいしょ。いろんなやつの椅子、でもこれ全部僕の椅子、いいでしょ。作ったんだもんだって僕がさ。